2015年9月9日、中国のインターネット上に日本のドライブ見聞と題する文章が投稿された。中国では他の車の手荒な割り込みや追い越しに腹を立てたドライバーが過激な仕返しに出るというトラブルが多く、日本のドライブマナーの良さを評価する声は高い。今回の投稿主は日本のドライブ見聞として日本人ドライバーは。 十分な車車間距離をを取る、前方車を追い越す際、追い越し車線を長時間にわたって走行し続けたりはしない高速道路を走行するときも猛スピードで運転しない日本人の乗る車は排気量の少ない車が多い大きなトラックのコンテナは密閉されている中国のトラックのように砂をまき散らして走ったりしない優先されるのは車ではなく歩行者道路上で 自動車の事故を目にすることはまでと紹介しておりこれに対して別のネットユーザーから親日的だと反発する声が上がる一方まともな社会とはこういうものしかし我々にとっては正常な物事が新鮮に映るのだとのコメントも寄せられている。